おはようございます。おはようございます。今回、これはどうされたんですか？これは盆栽大野さんで購入したスルメ、スルメもどき、多分岩ズルの方だと思うんですよね。岩ズルっていうのは、要はスルメの中でもちょっと肌が荒れやすいというか、岩ズルメもどきってやつですかね、だと思います。これをやっていきたいというところですね。ところですね。どういうところが良くてこれ買ってきましたか？これやっぱこの値上がりじゃないですか、曲がね面白いね。なんかね、大野さんも立春盆栽大市で買ったって言ってましたね。あ、そうですね。そうそう、それ買っちゃった、それを買っちゃったって。いくつかまだありました。ああ、これなんか根っこが結構パンパンなんですよ。そうなんです。これちょっと開けてみないとわからないところですね。これはこの根毛を生かしてちょっと針金、ね、かけてあげて、はい、ちょっと厳しいような印象にしてあげてようかなというふうに思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。まずこの支えなんですけど、一回取ってみようと思います。これでどうなるか、自立するのか、自立するのか。ああ、そういうことですね。ビヨーンって、はい、いくらでもなんかできそうな感じがしますね。そしたらこのネギを生かすためにはこれを強調しないといけないので、はい、少しだけ下げ気味で、このネギ根がよりピンポイントで芽がいくようにしてあげようかなというふうに思います。で、少し上向きっていうよりかはここの鋭角になっているところを生かしながらちょっと下げるようなイメージで、こういうような気にしてあげる。なるほど。で、下からアルミ線をかけてこの支柱にしながらここを曲げるっていう作業をまずやりたいと思います。はい。そのまま根見ていいですか？うん。え、一本なのこれ？何が？これ木。一本でしょ？え？どういうこと？二本とかこうなってるのかと思って。お、違う一本ですよ。ああ、そうなんだ。値上がりかと思って。値上がりっていうか、なんて言うんでしょうね。そう、値上がりじゃないのかな。ああ、面白いですね。ここまで埋まってたから、そう、ね、2本なのかと思った。へえ。いいでしょ。へえと言って。すごい。なんかね、後期に買ってたから、じゃあ電気なかった。そう、みんな気づいてなかったっていうか、なんでこれ売れ残ってんのってなったらしい。ここがまっすぐなんですね。なるほど、ね。埋まってた部分。だから埋めたんかな。オッケー。はい。頑張りました。何つったんですか。順序。したらこういうのって伸ばすのはちょっとどうかなと思っちゃうんだよな。まあ多分自立できないからね。自立もできないし、ちょっとなんかチンチクリーンみたいになっちゃうから、ごちゃごちゃっとしてた方が面白いかなと思うんで、これはこれで活かしながらやりたいと思います。はい、で、大雑把にかけようと思います。下から丁寧にかけるよりかは、ちょっと何本か一緒にまとめてゆるくかけてあげて、支えになればいい程度ですかね。はい。なのである程度少し太い針金をかけます。これはつるめだから、あ、オレンジっぽい実？そうですね。中がくす玉みたいに割れて、中に真っ赤な実があるやつですね。その時が見頃かな。まあ一回動画でやりましたね。やりましたっけ？オツな木を作るでしょ。ああ、あれか、オツでしたね、あれは。本当に大雑把でいいと思います。はい、支柱にするような感じで。でもこういうのもね、作る人が変わると木が変わるから面白いですよね。それが盆栽の面白さ。盆栽の面白さですよね。大野さんが作ったまた違う感じになるんだろうな、ね、より厳しくみたいな感じが、ね、ここは強調で出ましたよね。なるほど。で、全然もう自立もするような感じですよね。本当だ。はい、いいな、この素材。いいでしょう。いい。OK。じゃあ、今度は小枝たちをかけていきます。はい。で、まず、この下に入ってる、この完全に下から出ちゃってる、こいつがいらないですね。はい。あと、頭をどれにしようかなって考えたときに、こういうのもセオリー通りに完全に作る必要はないんですけど、まあ、この辺が頭になればいいんじゃないかなと思うんで、ちょっとここで切って、
でこの辺は裏枝に使うんですけど、裏枝も少し長すぎるから、じゃあちょっとこの辺に切ってみようかと、そういう感じで切るといいと思います。はい、はい、これも長いね。節の上で切ればそこから出てきますので、はい、大丈夫です。じゃあかけていきます。はい、この木はどうやって作ったんですかね。だまあ伸びたやつをぐゆーって曲げたんでしょうね。曲げ、でもなんかこんだけ厳しく曲がってんのに針金当てとかもないでしょ。うん、どうやってんだろうと思って。どうやってんだろうね。うん、そしたら次細かいやつ、このツルメモドキって、うん、結構ね実が可愛くて僕は好きな木ですね。うちにも古い木あるから後で見てみましょうか。見てみましょう。オツの木は売れた？オツの木あります、うん、まだある、うん、いや売ってないんですけどね。ああ売り場に出してない。僕の木だから。あ、そうなの。うん、でも値段がついてました。いつも値段ついてた。ブラック当時円ジョークですけど、ブラック当時円ジョークだね。なぜか値段がついてるっていう、うん、まあ正直ごっちゃになって分かんなくなっただけだろうと思うけど、あ、自分のって名前書いてなかったんですその木は、うん、でこの木結構ね木質がなんていうんだろうな、締まってるって感じじゃないんですよね。ふかふかっていうか、うん、木の特徴として、そう、うん、だから切り口とかはやっぱ傷薬は塗っといた方がいいですね。なるほど、はい、そこから結構乾いてふかふかでボロボロになっちゃうみたいなのがありえるんで、うん、枝枯れしやすいとか。枝枯れも、うん、そうですね、うん、ただ強い木ですよ、すごい、うん、強いイメージはあります。強い木です。初心者の人が雑木いくつか欲しいなの中の選択肢には入る。行かないでしょ、多分行かない。オツな木とか言っちゃってるからです。いや、もう文人だってね、そうですからね。だいたい普通ね、雑木ってなると皆さん始めるのは山もみじとか、もみじ、カエデ、ケヤキ、あとはカエデ、ケヤキ、長寿梅、長寿梅、うん、ですね、うん、その中にツルメっていうのはやっぱり生産数が少ないんで、その中から見るとね、そうね、好きかどうかですよね、結局本人がね。そうそう、僕は好きと。この実、こんなね、曲のついてるの、あの、オツナキもそうだったけどね、うん、ちょっと文人調というか。あの、ツルメはね、そういう芸がね、自然に出てくるんですよ。うん、ただ、まっすぐっていうか、自分で動くような木なので。なるほど。面白い木ですよね、だから。そうそうそう。じゃあ、カマツとツルメを流行らさせる感じに。普及。いや、この素材作ってる人がちゃんとね、売り上げ立てばもっといっぱい作ってくれるわけだから、ね、でもやっぱり年数かかりますよね。かかるでしょうね。でも荒川省なんですよね。だからちょっとね、あの普通の鶴見岡は川が荒れやすい、荒れやすい省が岩鶴ってやつですね。だから意外となのかな、 7,8 年ぐらいでこんぐらいになってんの。そうなんだ。川的にはね、もっと古そうに見えるけど、うん、一見枯れてそうな枝でも全然生きてるんですよね。枯れたサインって大体その何でしょう、シワが寄るとかって言うんですけど、うんうん、だいぶねこのシワが寄ってるような見た目してるんで、はい、枯れてんかなと思うと意外と生きてますね。うん、あ、終わっちゃった。こんな感じですかね。こんな感じで、はい、ちょっと強調してちょっと棚を作ってあげたような感じですかね、うん、なんかコンパクトで詰まった感じになったね、はい、いや、かっこいい。この枝が返ってる感じもいいですね。ちょっと返しました、うん、はい、よりコンパクトに見せたかったんで。じゃあ、植え替え、植え替えしますか。どんな鉢が合うんでしょう。意外とあのデーバチの、デーバチ、あー、でもでちっちゃいな。ちっちゃいか、なんか硬いんですよ、かぶしてますか、うん、なんかでも周りにね、太いのが、ほら幹がね、荒れた感じだから、デイバチも。僕、デイバチの方がいいなって、うん、この印象的に思った。
ちょっと色濃いめのやつがいいのかな。あ、丸ですよね。丸の方がいいですね。やっぱり文人と一緒で。ちょっと、あれ、パンパン。太いのがね、面白いんだろうけど、すっごいことになってる。どうですか、根は。ちょっと厳しそうですね。厳しそう。なので、ちょっと、ゆとりのある鉢を。ちっちゃいな。結構、ね、太いのがね、うん、ある。回ってるんですよ。あるある。綺麗なやつを。いわゆる直根。直根じゃなくて、まあ、直根なんでしょうけど、向きみたいな感じですよね。もう下に竜がいますね。竜はいる。土の中に竜が。モグラだな。モグラですね。ドリルです。ドリル。そういうことか。わかんない。そういうことなの。巣が竜みたいな感じ。ああ、まあそういうことじゃない。ドリル。なんで竜なんだろうと思って。ただ低くはできそう。まあなるかもしれない。これ行きたいですけどね。うんうん。ちょっと厳しいか。しかもね、根も張るだろうしね、臓器だから。見てみますか。ちょっと待って、からう、あーすごい、ちょっとすごいね、こうって竜がいるね。もっと出せるかのかもしれないね。そうなんですよ、ね、やっぱ値上がりなのかな。中にも同じくすごい曲のついたやつが眠っております。ちょっと無理がありそう。これにやりたかった。うん、大きさ的にはね、うん、けど無理と念して。そっちは入りそう。これは高上みたいになりますね。うん、うん、これかな。それ植え替え大変だな。小石？これ大河くん。大河くんか。ああ、次の植え替えが大変。大変だな。飲みよう。これでかいですね。ちょっと大きいけど。やっぱさ、あれじゃない、やっぱり。これ。これ。いいんじゃない？うん、そうね。にしましょうか。ちょうどいい鉢がこれでした。はい、この上根切ってあげます。若干上に出てる太い根っこを見せてあげて、ちょっとだから上げてちょっと高上みたいな、高上みたいな、ちょっとこの辺ん、あれで落としちゃいます。この辺あれで落としちゃう。もっと出したら嫌味か、うん、ね、もう華奢な感じと印象が違います、うん、下にダボっとある木じゃない方がいいですよ ね。だけどこれがある限りちっちゃい鉢、ちっちゃい鉢入んないってことだよね、まあ、いつかのタイミングで、うん、もうちょっと土鉢で培養して大きい鉢でね、うん、骨増やしてからあの太いのを削るっていうのもやっぱり今後はやってた方がいいかもしれない。なるほど。もしくは出してもっと植え潰しちゃうみたいな不自然だから、この根の動きに合わせて、うん、上ももっと潰して、まあ、それもあるし、逆に言うと上下を伸ばしてもいいですけど、下を伸ばす、うん、あ、この根っこを、うん、おお。じゃあこんな感じですね、はい。今回は、この足を正面にしたいと思います。はい、これは切っちゃおうかな、この太い。
はい、はい、植え付けできました。はい、じゃあもう細かい土でいいと思います。うん、しっかり、水洗いもしたので中の方まで土が入るようにつついていきたいと思います。うん、部分的にこう根っこが出てるじゃないですか。うん、ちょっと印象変わるのかもしれないですね。そうですね、最初とね、ちょっと荒々しさが追加されたような。この鉢がやっぱりね、この間口が広い分、うん、少し印象としてはどっしりとしたかもしれない。うん、こんな感じですね。はい、ちょっと水をやってから苔張りましょう。根がちょっと出たことで苔がね、いい感じかもしれないですね。このコントラストの間に、うん、間に入れると、入れてあげると。なんかお知らせありますか？直近はないか。4月、直近はないですね。落ち着いた、落ち着いたかな。あ、まだリリースがない。4月リリースがある。リリースあったら、うん、リリースお知らせします。新曲が新曲が出るのかな。ポイズン、ポイズンしか歌わないんだっけ。ポイズンとトゥルーラブの男。完成。はい、見ました。はい、値上がりっぽくなりましたね。値上がりっぽくなりましたね、はい、単価なんですけど、うん、実際は。ただこの落ち方とかから見て、少し最初の伸びゆく感じよりかは、ガツッと少し厳しいような印象になったのかなというふうに思います。うん、まあ、ポイントとしてはこの根というか、この幹の具合は活かしながら少しコンパクトにしてあげて、うん、よりここの幹味を強調させてあげたっていうような感じですかね。はい、植え替えに関しましてはちょっとだけ苦戦しましたけども、根っこを出しながら少し高植えにして植えてあげました。まあ、イメージ通りにはなったんですけど、うんうん、この先葉っぱが出てきてより変化が楽しめる木なので、楽しみな木ではありますね。はい、もう枝が伸びてきたらちょんちょん切ってやればいいんですかね。そうですね、はい、あ、でもあんまり切りすぎると実ができなくなっちゃうのか。まあ、一応そのぐーっと伸びる木ではないんですけど、うん、ある程度その葉っぱの元に花が来るタイプなので、はい、見れば分かりますから、うん、ちょっといい木も見てみますか。見ましょう、はい、持ってきますね。はい、一気一気、うん、ボスですね。こちらはなかなかこういう古いのはないですよ。うん、本当にこれは、ね、細幹をこう畳んであるみたいな感じなのかな。なんですかね、こんな太くならないよね。あのねあんまり太くなる木じゃないんですよ。うん、これも見てわかる通り幹じゃないですか。はい、なのにこんだけ同じ均一の長さで伸びてるってことは、うんうんうん、幹が太るタイプではないんですよね。うん、なのでここまで太いっていうのは何かしらやっぱり太い素材を生かしながら作った木っていうのは分かります。なるほど、はい、こうできるかなっていう感じですよね。僕の生きてるうちに。古いのかなこれ。いや、古いです、だいぶ古いです。これはないですよ、こんなの。おつなきも、おつなき、あそこにあった。ちょっと剪定をしてなくて、うん、剪定してない。去年の実の跡がちょっと残っちゃってますよ。大津の引き、この幹のね動きがいいですよ。これはつる梅かな。どっちかっていうと、こっちの方が幹とか皮が混ぜるタイプですけど、それぞれ良さはあると思うんですけど、この動きが特徴的な、種類ではあるので、気軽にこういうような面白い樹形ができると思いますので、ぜひ。チャレンジしてみてはいいんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、そうしましたら、じゃあこの動画がいいと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。 Please subscribe and thumbs up、はい、Thank you. Thank you. バイバイ。 Goodbye. 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 チャオチャオ。はい。